今度はもやし炒めですね。ではもやし炒めと思います。もやし炒めはシンプルだけどね、ちゃんと炒まってて、どれももやしの味とよく合ってるね。なかなかいい味なんです。なのでこのもやし炒めをちょっともやしからね、なかなかちょっとしたバジルに向かってもやしのシャキシャキ感と美味しさがいいなと思います。どうもありがとうございました。